はいどうも、ショーイン TV です。今回ですけども、新しいスパイクを紹介します。赤と青でこう入ってたんですけど、あのスパイクはもう引退しました。で、今回はこのじゃーんとデサントのスパイクをゲットしましたんで、こちらを今回紹介していきたいと思います。で、こちらのスパイクですね、これね、コウノエベルトスパイク2と言います。で、真っ黒で、まあ高校生でも使えるような仕様になってるんですけど、こちら特徴がここの横にあるこのベルトなんですよ。このベルトがあって、こっちにもあります。で、これね、結構軽いんですよ。本当に軽くて、歯の場所あんまこう意識したことないんですけど、外側に歯が全部ついておりますね。ちょっと履いてみますよ。で、これオーバー履きます。カメラ、カメラ、こういう作業なんで、こういう履きまして、よいしょ。はい、このように履きました。これ履きまして、まあこれであのとりあえず紐を結びます。はい、このように紐を結びました。はい、で紐を結びまして、そしたらここまではまあ普通のスパイクなんですけど、ここの横の先ほど言いました特徴のベルト、これを後ろにこう引っ張るんですよね。そしたら後ろのこのかかとの方にこうがっつり引かれて、もう完全に足にフィットするんですよ。この状態からこの羽のようなこのベルトを後ろに引っ張ります。そしたらここが動いてるんですよ。全体がこの辺全体がバーってこう動くんで、しっかり引っ張られてる感じ。相当ここフィットされてまして、固定されてる感じだから、こう足のズレが、まあ、履いてて感じないんで、とてもいいなと思いました。で、はい、でこちらですね、お値段がね、こちら1万5000円プラス税ということで結構高いんです。まあ、前回のニューバランスのスパイクは樹脂を履いてたんですけど、今回は金属ということで違った足の感触があると思うんですけど、これからね、どんどん野球のシーズンが暑くなってくるんですけど、このコウノエスパイクで、たくさんの野球動画、そして試合動画を撮っていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いいたします。高校以来本当に黒のスパイク履くの久しぶりなんで、もう何年ぶり、9年ぶり10年ぶりぐらいなんですけど、高校時代を思い出して、過去の栄光にこうちょっと思い出してね、またちょっと野球頑張りたいなと思います。はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではありがとうございました。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てね。一人ばかりですか。シャーロンティエ祭り。このウスト君のこの下から。はい。はい。危ないと自分そこは外にじゃない。これこいつでしょ。そこで。どうだ、ここね、近すぎてね。ダメです。ここから。ここから。注意点。この辺からしくね。ああ、そうです。もう多分あんま使わないです。これぶつかる？どこが大丈夫です。大丈夫です。手で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 。終わった。グラウンド移動かな。こっちに下級生だからもう終わりだな。いいか、いるんです。さあ行こう。いやー、最初飛ばないよ。最初これ行きます。1、2 こんなもん。こんなもんなんですよ。そう。おお。よーす。こんなもん。こんなもんなんですよ。そう。どうだな。それでちょっとゆっくり。さあ。よいしょ。ガヤガヤー。あーっつって。弾道はいいんですけどね。でもまあ、結構吸ってる俺。切り捨てない。吸ってます。いる？います。
おーしゃー取るか取るか、なんかさ、回転がさ、あれじゃ流れてない、これ、うん、これもじゃね、ほら、いや、こっちは大丈夫です、下に落ちなくても、どっちかっていうか、この前あれですよ、そこで論理してたんですよ、そしたらなんかコメントなんで、今日河川敷で撮影しましたね、ボール拾うの大変そうでしたねとコメント来ました。河川敷上からそこ再現ロードあるんですよ、上に。あ、そういうこと、はい、うわっ、ありがとうございました。こんぐらいいける、さすがに飛ばねえな、全然飛ばねえ。何かが悪いんだ。いやもう1、2、うわさ何これ何これ、危なかった今。そんなバカじゃない、来たよ顔に今。悪くない。あ、これいいね、いい伸び、外流れて、流れていい伸び、風に乗った、ナイス勝ち。あれ、配送めっちゃ上手いっすよ、昔から。昔から配送は上手いっす、ただゴロに弱いっす。あ、取れました。ちょっと高いっすね、ロー行きましょう、丸のように早っ。あ、違うか、スカイラーも使いました。1、2、うん、悪くない。ショーって、俺はショーフェイス、コロナは呼ぶな。ごめん。せへーもつ。あそこになんかあの小屋見えますからね。ん？小屋あるじゃないですか。横になってる。上のあの川の反対側に城みたいな。の右下がなんか横に施設あるじゃないですか。あそこ安らぎの湯っていう温泉なんですよ。マジか。そこから中身がめっちゃいいらしいです。マジか。はい。そう。行ったことないですけど。友達が。あの城何城？城は知らないです。人、あーごめん、人の知事ですね、あれ分からんっす。あれ人んちゃったらめっちゃいいとこ住んでます。うん、この辺なんもないっすよ、不便だよ、不便。コンビニなんもないっす。行こう、1、2、人、おーしゃー、悪くない、超えるか、いい伸びだ。おー、うまい、超低アドバンスを借ります。どうぞ。え、これ打ちやすいよ、マジっすか。あえてちょっとボコってなってる、もうちょっとこう、1個下下げんね。そうそうそう、こうっすか。もうちょっと、いや、薬指を一番下って、薬指一番下、うん、そう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 、で、分回す。いや、これやばいな。1、2、くそ、あ、ちょっとでもバランスが合わない。もう一回、もう一回、もう一回休憩してるよ。1、2、くそ、ダメだ、ちょっと力入んないかな、自分は。くそ、1、2、くそ、表、ダメだ、もう一回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 、やっぱ合うんですよ、ね、いい角度で、いい角度で、確かにそれは期待できる、角度でいくと、こういう、1、2、くそ、あー、ゴロ苦手。あれはもうフライですよ。あと何球ですか、まだ結構あります。6球、いや、もう丸、くそ、あー、ドライブ、シーン打った。わかんなぁ。いいストップだ。ちょっとノースリーやってほしいですね、翔平さんに。安倍晋之助風に。真っ黒になりながら。1、2、くそ、おーしゃ、おー、いい。これはいい。いや、もう結構飛んでるな。今日飛びたんだ。今日1っすね。あのボールの集合体より後ろだから。そうっすね。集合体はちょっと違います。1、くそ、あ、ダンスった。あと何球？三球。三球。三球。あと三球。ラスト三つ。ありがとうございました。多分。くそ。止まった。声出すと見せるよ。いや、それはもう関係ない。俺も。うん。つってボールだもん。一、二。くそ。ラスト。集中、行こう、オッケー、緊張、緊張、オッケー、よし、いっ、くそ、いい緊張ありました、オッケー、あ、集合体ですね、ナイス緊張、シャー、オッケー、何集合体って、いい、止めますか、止めよう、全部、うん、
ロンティでカメラ3台は絶対いらない。